文吉の三味線エンジン。どうも、菊水着きました。久しぶりの菊水売店行きます。どうも、今日は近くの仕事が終わったんで帰りに菊水買いに行ってきます。おっ、おお、関さん、寄りました。どうも。出ちゃって大丈夫ですか？はい、出ちゃって。だって俺を押した人世界で一人、俺をドロンコにした。あ、そうかそうか。あ、こうなの、はい、今ここにいるの。あ、今日、はい、外見動画です。あ、そうなんだ。久しぶりに来ましたんで、じゃあ関さんちょうどいいね。やっぱ縁があったね。ちょっとおすすめを。今の時期だとやはり、うん、58です。58？あ、そうだ。氷だけの58が。やめる？そこは踏み水じゃないんだ。踏み水。いや、ないけど。踏み水は売り切れたそうです。イエイ。売り切れ。ないもんね。あ、もう売り切れたんだ。よかった。よかった、よかった。で、今、10月から発売してる、うん、濁り酒58です。うん。ちょっとだんだん置いていくと、こう、下の方が白く濁って分かれてくるので、振って飲んでいただいて。ラベル変わったもんね。ラベル変わったんです。すっごい白くなったね。さらにいいじゃん。瓶も、あの、青かったんですけど。あ、そうか。透明瓶にして、それに合うラベルで。缶もあるんだけども、おすすめはこの瓶の、まあ、こんな感じ。甘いもんね。甘い。これ飲みすぎ注意だ。度数が高い。ああ、それ飲んじゃうやつね。これをじゃあ、お買い上げですか？これまず2本。あとおすすめは？あとこれをまず2本。店長来ましたよ。店長が熟成待ってる。こんにちは。熟成。いや、熟成ですよ。熟成ね。熟成。はい。在庫保持。いいですね。在庫保持ね。いいですね。あとおすすめなんですけど、これいいですね。これね。はい。絞りたて。これいつ出たの？10月23日。どれぐらいのあれですか？持ちという。ああ、それは、はい、賞味期限はないよ。あ、ほんまに。6ヶ月くらいのところが大体おすすめです。助かるわ。これをじゃあ、はい、ボロ八を2本、はい、これを2本。買いすぎ、買いすぎじゃないですか。買いすぎ言ってるよ、これ。この前先生の祝賀会にはこれを入れた。すごい評判いいからね。ああ、これもおすすめね。日本酒がちょっと酔っちゃう人はもうこれ薄いの梅酒、最高に美味しいです。ちょっと量が小さいのもある。500ミリ、お買い得だもんだって。これおしゃれだからさ、こういうのをプレゼントしたらいいと思うんですよ。これ間違いないです。これはもうこのまま飲んでください。これはもうつまみいらない感じ。すごい香りも豊かだし、深みもある。節子のこれは人気。これも手頃だから4000弱の。そうなの？大抵飲めるって先生。大抵飲めるしにできるんです。おお、いきなりいいですね。じゃあプラミスをちょっとだけいただいて。飲みますよ。はい、プラミス。プラミス。好きなプラミス。これね、ニューヨークの打ち上げで乾杯したやつです。結構いきます。結構いくね。いいね、もうといる。おしおし。仕事終わったばっかなんでね。今日も仕事終わったんです。
そうなの。今回の菊水ブリュー読んでください。50周年ということで。ちょっとすみません、一瞬俺も出ていいですか。あ、ケンゴもちょっと、ケンゴもさ、飲めるんや。だってこの新幹線だから、うん、あ、いい香りするわ。さすが菊水。さすが。ちょっともうちょっと、じゃあ2人でちょっと飲んでもいいんだよ。師匠が大好きなの。え、うちの竹井先生が大好きだった。大好きだったの。うん、そうなんだ。うん、今日試飲しているのはこの3つです。健吾がなんとですね、パーマかけました。それは健吾がパーマかけたんですね。ボコボコした。面白い話。面白い話。ごめんごめん。ボコボコっていうか、俺パーマかけたじゃないですか。で、会ったら、うん、健ちゃんどうした。家火事でも起こった。もうチリチリ、もうチリチリで。そうチリチリです。いやおしゃれですよと。おしゃれでやったんですよ。良いですよ。はい、どうも。箱の中に出てます。あ、これ。すげえな。15年以上寝かせておいた船口の。15年。現状の船口の。詰めたものを今販売してる。だから食限定です。15年以上ってことか。はい。すごいですか。すごい。一缶この値段。一本、はい、これ一本ね。やっぱり違うんだ。200ミリ。おお。これをじゃあ。そんな感じで。そういう感じなんで。はい。お願いします。お願いします。はい。お店繁盛してきましたんで、この辺で終わりたいと思います。混んできたんで。シャミセンジンでした。チャンネル登録してね。